木の先温泉駅。木の先温泉駅は、兵庫県豊岡市木の先町今津穴冷えたにある、西日本旅客鉄道 JR 西日本山陰本線の駅である。北近畿の温泉の名所として、また、冬のカニ料理の本場として、観光地としての賑わいを見せている。山陰本線京都口の電化区間の西側集団となっている。このため、電車特急の木の先、 コウノ野鳥の終着駅となっており、この先は、高期大仙駅まで、秘伝各館となり、機動車での走行となる。2000年、平成12年に、第一回近畿の駅100選に選定されている。2005年、平成17年4月1日に、木の崎町が、隣の豊岡市と合併することに伴い、同年3月1日に、木の崎駅から、木の崎温泉駅へと改称を沙た。 その際には演歌歌手の細川隆が1日駅長を務めた。1909年、明治42年9月5日に、国有鉄道により、豊岡駅東駅間が開通したことにより、その終着である木の先駅として開設された。この区間は後に、万端線となる区間の延長として建設されており、同年10月12日の線路名称制定により、 正式に万端線とされた。1911年、明治44年10月25日には、霞駅まで延伸し、当駅は中間駅となった。1912年、明治45年3月1日に全通に伴って、当駅を含む区間は、山陰本線に編入され、当駅もその所属となった。当地は、江戸時代から名高い温泉地であったが、 全国的に有名な温泉地として本格的に発展が始まるのは鉄道の開通によるもので特に1917年大正6年に志賀直也の発表した城の先に手に表される数々の文学作品に登場したことで知名度が向上し関西を代表する温泉地として成長していった解説当時の駅は温泉街から外れた場所に位置していたが 利用客が増えるにつれて、駅前が賑わい始め、やがて温泉街と一体化した街となっていった。1925年、大正14年5月23日に発生した北、田島地震では、木の先温泉は壊滅的な打撃を受け、駅舎も倒壊した。翌年5月21日に、鉄筋コンクリート作りの2代目駅舎が落成した。これは当初はシンプルな外観のものであったが、 1949年、昭和24年5月11日に完成した改築工事により、瓦屋根を乗せた和風スタイルとなって、現在の姿となった。山陰本線初の特急として、松風が運転開始される際には、豊岡駅との間で特急停車駅をめぐって、激しい争いが繰り広げられたが、1961年、 昭和36年10月1日の運転開始より、当駅は特急停車となった。1986年、昭和61年11月1日には当駅まで、福知山線、山陰本線の電化工事が完成し、多くの特急を含む電車列車が当駅で折り返すようになった。2000年、平成12年7月7日に駅舎前に、駅舎温泉里の湯がオープンし、 10月14日には近畿の駅百選第1回に選定された。2004年、平成16年、翌2005年、平成17年4月1日付で、豊岡市などと合併することにより、自治体名から木の先が消えることになったことから町民などから知名度の高い木の先温泉の名を駅名残して欲しいという要望が出て、旧木の先町が経費、 約5000万円を負担して、木の先温泉駅へ解消する要請を JR に対して行い、合併を前にした2005年3月1日付で実現した。2016年度には、2017年6月17日運行開始の、トワイライツエクスプレス随風をはじめ、訪問の観光客にも魅力的な駅を目的とした改修を行う予定。街並みを重視からの調和した外観とし、 2016年8月時点で、駅舎が建設からの約90年間も継承してきた、R デコ城のデザインのままとする。内装も、街並みとの調和を重視し、床面には、大谷川、玄武岩、柳をモチーフのデザインで施行する。地元風景を題材に、地元作家の伝統的な工芸品を設置し、一方で、床面デザインの大谷川の対岸では、 デジタルサイネージでの情報発信での試行をし、乗客には、木の先温泉の魅力を伝えることを目的としている。待合室では、再生の歴史ラウンジでは、自然との共生を紹介する。また、トワイライツエクスプレスズイ風の専用入り口も設置された。2016年9月9日に着工され、同年11月5日に完成した。島式。 相対式3面4線のホームを持つ地上駅で駅舎は4番乗り場側にある。各ホームへは古線橋で連絡しており、2.3番乗り場と4番乗り場にエレベーターが設置されている。電光掲示板が改札2.3番乗り場、平用4番乗り場、古線橋内2.3番乗り場降り口付近、以前1番乗り場降り口付近にあったものを移設にある。 駅前にあり、日本最大と称する駅舎温泉、里の湯は、木の先温泉街の外湯の一つとして機能しており、豊岡市木の先総合支所の温泉課の庁舎でもある。無料で利用できる足湯があり、電車の待ち時間をゆったりと過ごすことができる。木の先温泉唯一のシリーズ温泉、それ以外の外湯は、湯島財産区立、事務局は、蒸気温泉課である。民間委託されていて、 広報などで、たびたび経営者の募集がかかる。豊岡発の朝5時台の下り1番列車は東駅、止まりで、折り返して6時台の福知山方面行き、次の玄武道駅は通過となる。2010年3月12日までは5時台に、福知山方面行きの設定があった。直営駅、豊岡駅の非管理駅であり、緑の窓口が設置されている。 アイコカやピタッパといった電子マネーには対応していない。駅舎反対側を一番乗り場として以下のようになる。現在、基本的には蒸気のように使われているが、臨時列車運転時は乗り場が変更されることがある。4000とも上下戦争法へ発車可能であるが、4番乗り場のみは豊岡法からしか入線できない。以前は乗り場番号は、 駅舎側から順に振られており、列車運転指令上の番線番号では逆に、駅舎反対側から順に振られていた、4番乗り場が1番線、1番乗り場が4番線。2011年3月17日現在、乗り場番号を番線番号に合わせて変更、旧1番乗り場、4番線、新4番乗り場、その他同様することにより解消している。なお、 豊岡駅でも2011年平成23年2月13日の新駅車供用に合わせて同様に番線と乗り場を一致させる措置をとっている原則として福知山方面からの特急を3番乗り場に入れ浜坂方面より2番乗り場に入る普通列車快速含むから対面乗り換えできるようにダイヤが考慮されている普通列車側が折り返し便の場合 特急との対面の理解も可能。ただし特急、浜風と当駅始発特急が同時に校内に入る場合、どちらかが2番または4番乗り場に入る。1番乗り場は法務長が短いため、普通、快速列車のみとなる。2010年、平成22年3月13日より、放送設備の更新に伴い、ドリフのビバの温度、 e いゆだのメロディが入線メロディーとして使われるようになった。放送形態の変更により、到着時に e いゆだのサビ部分が鳴った後、JR 西日本標準の到着ベルが鳴るようになった。先んじて入線メロディーを導入したと4駅と同じ形態。この到着ベルは2011年3月頃まで使用され、現在は JR 西日本標準の接近メロディーに変更されている。 2010年より、ズワイガニ漁の解禁と特急、浜風の新型車両導入に合わせ、入線メロディを陶器限定でプフィーの、渚にまつわるエトセトラに変更し、ことの音色とした。2017年3月22日から11月上旬までは、木の先温泉らしさあふれる音を使用したメロディにリニューアルされる。標保検討継所によると、2016年、 平成28年度の1日平均乗車人員は1028人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。年間を通して観光利用の大変多い駅であるが、カニカニ日帰りエクスプレスが運行される冬場の賑わいが特に目立つ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。